今日は道枝俊介についてジャーニーさんが話すみたい。私は九段下に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。番組内で道枝が散らばっくれる様子が放映されたわね。毎回世間を騒がしてるね。今後は教育しないととんでもないことを言ってしまいそうね。どんな様子だったの？ジャニーズの事務所にカラオケがあるのは知ってる？おお、確かにあったね。入ったことないけど。あれは娯楽用としても利用できるし、発声練習をするときにも使えるから事務所に設営したんだけど。道枝はカラオケの存在を知らなかったんでしょ？そう言っていたわね。司会のジェシーと田中も知らないって言って盛り上がっていたよね。実は道枝は何度もあのカラオケを利用したことがあるのよ。なんで嘘をつくの？それはカラオケの防犯カメラに道枝が意外な姿で映っていたのよ。なになに？どんな姿が映っていたの？全裸？カツラを取った偽りのない姿でカラオケをしていたの。道枝はズラなの？道枝は若年性のハゲなんだよ。バレないようにカラオケの存在もごまかしたんだね。カメラに映ったハゲの自分はみんな分かってないと思っているのよ。今度会ったらハゲだって呼んでみよう。